それくらいのお弁当箱に、おにぎりおにぎりちょいっと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふき。次はゾウさんのお弁当箱を作るよ。これくらいのお弁当箱に、おにぎりおにぎりちょりっと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通り次はアギさんのお弁当箱だよ。これくらいのお弁当箱に、おにぎりおにぎりちょいっと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、